FM 議論から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。3月10日10日だよな3月10日水曜日、時刻は50時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの岡間の後でございます。はい、今週もですね、ゆるくおしゃべりしていきたいなと思いますよ。よろしくお願いいたしますカメラ目線だなはいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、少しでもサッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになるような、ゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組は、あなたの専属トレーナーになります、プロスタイル、エフラボ、接骨院、真心美味でご提供、居酒屋まじゅん、バーガー&バー、ボサルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。今週もですね、AC クレイのヨヘナさん、また久々にね、沖縄SOMAの高田さんに来ていただきまして、どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。入ってるマイク、大丈夫？大丈夫だと思います。大丈夫です。すいませんね、毎回始まる前にチェックしろよってね、申し訳ないです。はい。いやー、何の話からしますか。高田さんがなんで来なかったかっていう話。ちょっと、ギノマシ遠いんすよ。トミグスクだな、トミグスク。でも気持ちは分かります。そうですね、すいません。サボってました。いい。いいえ、もうね、高田さんいない間に J リーグも開幕して、はい、いろんな話してたんですけど、そうっすよね。なんだろう、今年は例年以上というか、まあ、初めての体験に近いんだけど、いきなり開幕すんなって、まだかな、まだかな、もうまだ始まんないのかなって思ってたら、ね、なんだろう、プレシーズンマッチとかも全然ないので、はい、キャンプ情報も薄くて、その中で J リーグが開幕してって感じだったので、待ってた割にはあっという間だったなっていうか、なんか言い方悪いな俺でももちろんね、沖縄でキャンプした J リーグのチームはやっぱり多々ありまして、まあその中でエスパーさんがやってた、あの担ってた役割っていうのはものすごく大きかったんだろうなって思うこともありましたなんか俺小声になってるな通常通りです。本当ですか。例年通り。大変だったんじゃないですか。そうですね、非公開が多かったので、 あまり僕たちも行けないっていう状況があったので。あ、そうなんですね、はい、そうですよね。選手も含めてあれでしょ、あのレッツの柏木選手を飲みに行こうって誘ったのは高田さん。いや、僕じゃないっすよ僕じゃないっすよ。やばいやばい、怒られる。誰っすかね沖縄エスパーに呼ぼうとしてあえてやったんですかね。それからひどいことしないっすよあのさ、J リーグ開幕して、チャンピオンズリーグに出るチームとしての、まあ、第11節だったかな、長谷グランパスとガンバの試合が潰れたじゃないですか、はい、で J リーグすごいなと思うのは、この、まあ、今年ワールドカップ予選もオリンピックもある予定で、シーズン組んでるので、まあ、開催できない可能性があると。で、できなかった場合みなし開催になるそうなのだよ。そうなのだよ、日本語かしらそうなん、みなし開催になって、この、陽性者が出たチームが、まあ、負け扱いになるのさ、はい、当然ですよね。そうですね、もうこれはもう仕方ない、もう究極選択でもかな。あ、そうです。その辺を考えると、レッツがあんだけ怒ったのはもうそりゃそうだよなってなるもんね、うん、はい、ましてやシーズン開幕前で、まあね、開幕戦それでね、みなし開催で負けってなっちゃうと、もうどうにもなんないですからね。そうですね、もう勝ち点1とかの問題でもなく、はい、もう負けで、しかも 3-0 でしたっけ、なんかあの辺でしたよね。でそれ考えるとさ、もうそりゃ監督怒るよなって。いや、でもそれはでもチームマネジメントとかね、会社としてもね、どういう指導してるのかっていうのは問われますもんね。まあそうなるよなっていう、まあ、ただね、
ここで何度も言いますが、もうもちろん選手の皆さんはねクローズアップされてフィーチャーされてる存在なので、はい、全くそうですけど、もうその裏にはね、はい、裏方さんとしての、まあ、高田さんだったりももちろん含めてさ、会場作ってる皆さんも含め多くの人がねやっぱ関わってますからね、はい、うん、そこを代表してっていうことなので、まあ、本当に医療従事者の皆さんに関してもやっぱそうなんですけども、試合ができるってだけでもものすごく幸せというか、はい、うん、ありがたいことですからね。相変わらずもうワーキャーしてますからね、試合見ながら、まあ、そんなことできるだけでねもうだいぶ幸せよね、はい、俺あの会場でビール飲めるのが幸せなんて言ってたのがもうわがままで仕方ないなって今思ってなくても大丈夫です。ビールじゃなくてね炭酸飲料でもいいですじゃあごめんごめん、だいぶ脱線したけど、はい、主力もね、連勝してそうですよね、開幕2連勝ですよね。開幕2連勝、なんか最初のね開幕戦が58秒ぐらいって、いや、ね、2試合目が50秒ぐらいの、ね、阿部選手、綺麗なゴールでしたよ。いやでも入るときは入りますよね、サッカーなんてね、こんなシュート入るみたいなね、こんな際どいシュート入るとかね、そんなうまく飛んでいくかみたいな、入るときは入るんですよね、うんうん、入らないときはもう全然入らないですよね。なんすかね、なんか予感というかね、ありますよね、ああ、できて入りそうだなみたいなね、打ってみないとわからないでしょうね、相手に当たって入るっていう、うん、ああそうですね、邪魔だぞ、まだ開幕2連勝なんてもういっそ、どうでもまだ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 、喜ぼうちょっとはいやなんかねダダダって言ってダダダっての見てるから、ね、あなんか初めのダダダって上がって上がってダダダって落ちていくのがダメだっけ。いや今年はでもダダダって上がるだけかもしれないです、ね、今2位でしたっけ。今2位ですよね。ね、どうだったかな、土曜日の終了時点では2位でした。その後日曜日も J2 の試合があったので、どうなったかな、でも、まあ、多分上位には位置していると思いますので、はい、うん、J2 に上がった初年度が開幕3連勝ぐらいして、なんか1位の時が2週ぐらい続いたので、ね、あ、その時にちょっと似てるのかな、まあ、でも、岩田戦に比べると、やっぱり、レノファの時の試合はよりちょっとボール持ててるかなとか、攻撃のパターンとか、回数もやっぱ多かったかなっていう感じではあるんですけど、まあね、相手チームによって戦い方が変わるのも仕方ないんですが、はい、手堅い試合もねできるようになってるんだったらそれはそれで面白いのか、まあ、結果ですからね、はい、うん、そうなんですよ、サッカーは結果なんですよね特にプロはっすよね、そうっすね、やっぱり生きてる年代とはちょっと違う、はい、そうっすね、家庭も大事ですけど、もうプロはね、結果っすよね、結果っすからね、もうお金かかってますからね、はい、いろんな方がね、人生かかってますから、はい、やばい、夢を与えるっていやでも本当にそうなんですよね、夢を与える仕事だとしても勝たなきゃね夢見られないというか、はい、そういう部分もありますし、やっぱり この子供もね、はい、やっぱついてこないところもありますからね、うん、まあ、その中でやっぱり負けてもいい試合って言えるような試合が、まあ、年に何回か出てくるんだけど、そういうところも含めてそういう試合を見れるチャンスっていうのはやっぱり勝ち続けていかないと見れない部分がありますからね、はい、うん、ここにゆとりを持って見れないですよね、負けてもいい試合だったので、ね、ずっと負けてるチームが負けてもいい試合ばっかりしてるみたいな、ね、いやいや勝てないだろう、なんかよく引き分け続いた時期があったじゃないですか、ね、ありましたね、勝てない時期のね全然勝たないからって、ね、そう、贅沢っす、いやいやいや、サポーターの中にもね、ヤジ飛ばす人ももちろんあの頃はいましたし、はい、うん、そういったのも含めてね、なんかちょっと楽しんでいきたいなと思いますけどね、うん、あれですよね、エスパーさんの九州リーグも始まりますね、はい、そうなんですよ、4月3日4日に、はい、ね、九州リーグが開幕するので、いやー無事開幕してちょっとありがたいというか、そうですね、嬉しい感じもありますけど、はい、うん、よかったですもんね、だから、ね、
ポスターも俺 Facebook でしか見てないですけど、なんかあれくださいよポスター。ありがとうございます。色とか貼ります。ありがとうございます。あの高田さんからもらって、はい、俺が高田さんの車にいっぱい貼ります。車ですか。そうですね、宣伝会にしますか。いやでもね、より多くの皆さんがね、はい、九州リーグまた沖縄スワの試合見てくれたらなと思うのも、はい、たくさんありますのでね、うん、そうですね、あの多くの情報をねやっぱりここでも発信していきたいなと思いますのでね、はい、ちなみにごめんなさい、俺うまく見てないんですけど、高田さんの方でちょっと告知できる試合とか、あ、調べとこうね。4月3日にね、九州リーグに昇格してきた J リースト、はい、開幕戦なので上がってきたチームってやっぱ波に乗ってると思うので、そのチームには負けないように。今年も沖縄開催ですか、開幕？沖縄開催です。そうなんですね。小金の森公園です。ハエバル、2日連続、土曜日曜日、ね、はい、またじゃあこの辺も僕調べときますって言っていつも調べないのでちゃんと調べます。もうぜひ、はい、お願いします。あの無観客ではないので、あ、おそらく観戦できるんですね。観戦できます。はい、いいですね。いいですね。じゃあこの辺もね、はい、ちょっと情報を確認して、そうですね、沖縄エスパーさんとまた、海保銀行さんのね、はい、試合もありますのでね、はい、この辺もちょっと一応いろいろ。注目選手とかいないですか？お、注目選手ですか？なんかキャンプ場全然ないから、あ、なんか高橋さん的に今年のエスパーは、ね、注目選手といえばですね、はい、あの190センチ以上ある選手がフォワードに入ってきまして、はい、空中戦は100発100中ですね。ほぼ当たってますね。コーナーキックは注目してほしいかなと、はいはいはい、その選手が出た時ですよ。出るか分かんないですけど、どこのポジションの選手ですか？フォワードです。へー、コーナーキックは頭一つ抜けてます。ほう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 、確かにね、九州リーグで90センチってあんまいないかもしれないですね、はい、そも今ね、高い選手が数人いる中で、いやもうまた一番高いと思いますね。はい、そうなんだ。日本人ですか？日本人です。ほうほうほう、全然若いんですけど、はい、あのキャンプに来てた J1 チームからコーナーから点取りました。ヘディングで。いいっすね。高かったです。お、はい、高さも一つの武器ですよね。そうですね、いいっすね、いいっすね。こういうのもちょっと楽しみに、はい、していきたいなと思いますけどね。はい、ですね、いくつかちょっとコメントが、あ、やばい、時間がコメントが来てるので、はい。これシュプリームさん、こんばんは、レディーギガです。やばい、笑ってるの俺だけだ。シュプリームさんもう一つ、カズさん最年少出場記録を更新。ああ、そうなんですね。出ましたね。J2 の21シーズンが終わっだったらいいのにと思ってるでしょうって。いや、もう全然思ってないですよ。まだ2試合ですからね。なんですか、これからですかね。心がテロップでなんかどっか出てるんですか、俺の。いや、思ってないですよ、もう。あ、そうですね、今高田さんがちょっとさっきもお話してたんですけど、特殊点差で新潟に次ぐ2位ですね。そうなんですね、そっか。アルビが1位。でも土曜日はさ、俺仕事で試合会場見に行けなくて、うん、お家帰ってきてダゾーンで見てたのさ、そしたらうちの緊張がネットで調べて、琉球2位になってるけどなんでみたいな。俺今まだ試合15分とか思いながら。まあでもね、多くの皆さんがちょっともちろん2位でね、甘んじてるわけではないはずなのでね、はい、まあ次の試合もまあアウェーになるんですけど、次どこだったの？時期がまだ開幕、まだね、開幕して終わりぐらいだからね、2位でやるかやってますけどね。時期がこのまま行けば J1 っすからね。はい、おお、じゃあまた2試合だって。おお。あ、いいっすね、浮かれとこう。そうっすね。脳内さんからも、コメントが、こんばんは、今夜起きましたよ。はい、ありがとうございます。横浜 FC 我らがキングカズ、今夜のレッズ戦後半から途中出場、自身の最年長記録を更新、試合は 2-0 でレッズの勝利、横浜 FC を3連敗、まだ初日が出ませんねと。そうなんですね。まあこの辺はね、はい、まだまだ始まったばっかりですのでね、うん、いやー、琉球もだけど今年は4チームが落ちるので ね、はい、そうですね、どうしてもあれな、なんか後ろ見てしまうところありますけどね。大丈夫です、まあ、まだ2位なんで、はい。
負けてない昇格っすよ。そうですね、はい。脳内さんからのもう一つのコメントもこれ読んどこ。ガンバ対トリニータ、ガンバの選手スタッフ数名にコロナウイルス感染陽性と出たため中止順延となりましたって。あ、3試合目ですか中止は。なかなか重たいですね。そうですね、よし、ごめん、切り替えて CM に行こう。はい、あ、早っ。状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ。6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき。思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、後半もですね、沖縄県のサッカー情報もお話ししていきたいなと思いますけどね。先週ちょっと告知してたキャンキャン何番これ。はい、ありがとうございます。ごめんね、雑でいつも。いえいえ。はい、先週ね、ありましたイベントの告知をキャッキャンお願いしたんですけど、無事大成功で終わったということなので、一ご報告をお願いいたします。はい、先週ですね、フリースタイルサッカー、ストリートサッカーということで告知させていただいたんですけど、ビギナーの部と、もうやっているメンバーの部で、分かれて大会開いた結果、はいはい、ビギナーの部がですね、準優勝が小学生おで、結構勝ち上がって、すごいいい試合になったっていうのと、あと決勝で今回優勝した、選手がジョア君って言って、ここ FM 宜野湾で、うんうん、ちょうど1年半前にこのストリートサッカーの宣伝来た時に主催のナオさんと、はいはい、で去年優勝したイッチー君ってこと、はい、でその時にじゃあ始めたばっかりですよってことで来た高校生のジョア君が来てたんですけど、去年このイッチー君が優勝したんですよ、はいはい、でしたら今年はこのジョア君が優勝して、はい、すごい盛り上がって、しかも FM 宜野湾にゆかりのある2人が結果を残すという結果になりましたんで、素晴らしい、ぜひちょっとご報告したいなと思いまして。優勝を目指す人はね、ここで喋りに来ないといけないですね。そうですね、喧嘩次ですね。ちょっと僕に関わると優勝できるよっていう広めていただければなと。勝利の女神的な、はい、絶対ビギナーでもね、これ絶対股抜きされていいぞ、小学生に。自信がある、股抜きされる自信がある。いや、でも、俺もありそうですよ。この準優勝した小学生、ちゃんと股抜き取ってました。すごい。細かいステップできないとダメですね、ちっちゃいところね。そうですね、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、また何か情報があればよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。全然ごめんなさい。ナルトラさんからのコメント、ナルトラさんこれ読まなくていいのかな。読みます、はい。川崎対徳島が2対0で川崎、見事にやられてしまいましたわーって来てますけどね。頑張ろう。内容はどうだったんですか。ね、いやいや、ベガルタは5-1でしたっけ。あ、そうですね、脳内さんから、はい、コメント来てますけど、フロンターレがボルティス2-0、グランパスが、1-0でレイソルに勝利、うん、ね、グランパス来てますね、なんかね、ヴィッセルが3-2で FC 東京に勝ち、マリノスが3-1でアビスパに勝利、アントラーズが3-1でベルマーレに勝利、セレッソが2-1でエスパルスに勝利、サンフレッチェ広島が、2-1でコンサドーレに勝利、サガントスがベガルタ仙台相手に5-0。5-0は2試合連続5点取られてる、ね、大きいですね。俺注目してるの、はい、個人的には大久保選手じゃないですか。今日点取ってないですね。いやもう、いや今得点王じゃないですか。3試合で4点4点
いや、なんかまだいけるんだあの世代の人たちっていうのをなんか、同世代なんていうんですか、あのでも大久保選手らしさが出てるというか、はい、本当に全盛期とまでは言わないですけど、なんか本当に得点王になってた頃の得点感覚というか、はい、得点シーンをなんか重ねて見てるようなゴールも多い中で、はい、うん、大久保まだまだやるじゃんみたいな、いけますよね。第2節の、 あの後ろに膨らんでディフェンダーの前に出ていったヘディングなんて、はい、ああまだあんなにキレキレなんだって思うような、嗅覚ですよね。そうですね、うん、いやちょっとね、動きって結構デュースとの駆け引きでフォワードの選手の動きだし、うん、結構ですけど、やっぱそこに出てくる精度のボールが出てこないと、いい駆け引きしたって、そうですね、終わって疲れますよ、うん、そうっすね。クロスもいい、でも練習の成果ですよね、ね、うん、本当にやっぱりそれを叶えるだけのそのパサーがいるとか、はいはい、チーム全体の質があるってことは、うん、あの動きがいがありますね、フォワードとしては。頑張ろう、気持ちいいですよね走る気になりますもんね、はい、うん、いいですね。いやちょっと注目していこうで、アッキーさんからもコメントが、確かにプレシーズン待ちなかったのは結構モヤモヤしましたよねって。そうですね、これさっきちょっと話した、はいはい、急に J リーグ始まった感じしますよね、はいはい、そうですね、始まったら J1 なんてね週に2回あってね、はい、まあ、なんかやっぱり今でもね、去年の名残来たらおかしいですけど、中2日で日曜試合あったところだと水曜日に試合とかも結構あって、はい、いやー大変だなと思うんですけど、まあね、試合見れるだけ幸せですからね、はい、うん、若手がどんどん出れるチャンスが、そうですよ、ね、試合が増えれば増えるがあれば、はい、うんうん、あの逆に昔 J リーグ開幕した当初なんて1軍2軍あったじゃないですか。ありましたね、サテライトが、あの、はいはい、あ、そう、サテライト ね、 ありましたね、絞られてきて30人体制がやってるから、はい、ね、それを考えるとね、若手の選手がどんどん活躍するというか、うん、試合出れる選手が増えていけば、はい、サッカー選手もっと増えて、うんうん、そうっすね、レベル上がってくれたりとか。昔はさ、本当に J リーグできた当初なんて、なんだろう、カップ戦にターンオーバーが禁止されてる時期があって、なんか J リーグに出てる公式戦に出てる試合のメンバーが何人交代しちゃダメだよってあったんですけど、はい、今はもうそれとも真逆で、あ、コロナだからじゃないですよ、そもそもね、ナビスコカップなんて若手をどんどん育成しましょうってことで、何人かは若手入れてくれっていう試合もある中でさ、そういうのはとてもいいね、あの働きかけなのかな、いい運動なのかなと思いますのでね、うん、昔戻ったってことですか。じゃあ昔はそれを顕著にやるから天皇杯の、あ、やってたよね、やからそれを禁止したじゃないですか、うん、はいはいはい、でそれをまた緩和してる感じで、そうそうそう、戻ってるんですね結局、うん、でも本当にね、新しい選手からするとね、出場機会を得るためにはあのいい傾向なのかなと思うのでね、そういった意味ではあのなんだろう、このお、なんだこの選手っていうのをね、ちょっと探すのも楽しみの一つかもしれないですね、はい、うーん、いやー FC 東京のね、何でしたっけ、ブランド、あー、そうです、野沢選手もね出てくんねえかな、出てほしいですね、ね、これからっすよ、あのなんかエリートリーグでしたね、アンダー20何人、あー、でも出るんじゃないですか、はい、ね、FC 東京入ってたんじゃないですか、おー、あ、そうなんだ、いやー楽しみだけどな、ぜひ出てほしいですね、なんか今年のキャンプでっていう時の写真なんて見たら、なん、俺写真でしか見てないけど、はい、なんかもっとでかくなってるようなイメージで、当たりが良くなったり、そう、あ、そうかもしれないですね、あの体ができてきてっていう部分はあるかもしれないですね、全然未成年に見えねえよみたいなまだ未成年ですか、19歳じゃなかったかな、いやでもすごいなと思うのでね、はい、この辺もちょっと応援していきたいなと思いますよ、はい、脳内さんからもう一つコメントが読めるかな、2010年ブラジルワールドカップ優勝に導いたドイツ代表のレープ監督、今年の、ユーロを最後に14年にわたる代表監督生活のピリオドを打ちます、はい、14年ってなんかドイツっぽいっすよね、なんかね、本当に長期政権で、いやでも、うん、まあ一回弱くなってドイツまた強くなってまた弱くなってるんで、また新しい地をもう、うん、ユーロ2000とかめっちゃ予選落ちとかめっちゃボロ負けしてた、あ、そうですね、やってましたからね、あ、そっかそっか、めっちゃ良かった時期もあるんで、うーん、世代交代って難しいですね、難しいですね、うん、いやでも
お疲れ様でした。あ、デイジごめんなさい、毎週ちょっと雑になってるんですけど、あの先週から始まってます沖縄県 の天皇杯沖縄県予選、1回戦がね先週緊張で行われてまして、名護スポーツ FC さんが、1回戦突破してます。で今週からまた2回戦がね、今週日曜日か石崎陸上競技場でまたありますのでね、4試合かなありますので、皆さんぜひねタイミングが合えば会場に足を運んでくれたらなと思いますよ。はい、よろしくお願いします。あーやばい、もう今週もねバタバタしながらやってきましたが、残りアディショナルタイム、あーやばい30秒しかないので今週はこの辺で終わりたいと思いますよこの番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイルエフラボ接骨院、真心ビビネコ提供居酒屋マジュンバーガー&バーボサルチ以上各社の提供と AC クレーンの岩根さん、また沖縄 S ファーの高田さん、今週もね聞いてくれた多くの皆さんのおかげで放送することができました。ありがとうございます。また来週もね雑に放送しますので、また来週も聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。